扶助記書半本、扶助記は明治31年11月29日から32年5月24日にかけて国民新聞に掲載された徳富呂家の小説。後に1900年1月出版されてベストセラーとなった。なお徳富呂家自身は扶助記の読みとして少なくとも後年、扶助記としたが現在ではほととぎスという読みが広まっている。 片岡中将のマナ娘ナミコは、実家の冷たいまま母、横連母する、知人は、気難しいシュート目に苦しみながらも、海軍将尉、川島武雄男爵との幸福な結婚生活を送っていた。しかし武雄が、日清戦争へ出陣してしまった間に、ナミコの結核を理由に離婚を強いられ、夫を死体つつ死んでゆく。ナミコのああ、人間はなぜ死ぬのでしょう。行きたいわ。 千年も万年も生きたいわ。あっちゅつらつらい。つらい。もはやもう富士女なんぞに生生まれはしませんよ。小説婦助記民有者明治36年5月刊行、29版 366p というセリフは日本近代文学を代表する名セリフとなった。家庭内の新旧思想の対立と圧力、伝染病に対する社会的な知識など、 当時の一般大衆の教主に合致し、広く読者を得た。作中人物にはモデルが存在する。しかしベストセラーとなったがゆえに、当時小説がそのまま真実と信じた民衆によって、モデルとなった人物に事実無根の風評被害があった。ナミコが夫の出生を見送る際にハンカチを振るシーンがあり、この小説をきっかけに、ハンカチは別れの小道具となった。 幼くして、母を亡くした奈美子は冷たいまま母、優しい父方岡陸軍中将の下で18歳になったが、川島家の若い当主と結婚することになり、初めて人生の幸福を味わうことができる。明るい川島武雄少尉とイカホで新婚を過ごして、夢のようである。夫は、遠洋航海に出て、気難しい目川島未亡人に仕えて、一人で耐える。 半年ぶりに夫に会い、再び蜜月を過ごす思いであるが、風から結核にかかり、厨子に転地することになる。次第に回復するところに、ナミコに恋していた知事岩が失恋の腹いせに、おば川島未亡人に伝染病の恐ろしさ、家計の断絶を言い立て、武雄のいない間に、ナミコを離縁させる。竹雄が知ったのは、日清戦争開戦間際だったから、母と争う時間もないまま、 焼けで法丸の的になれと、涙ながらに戦場に向かう。竹雄は、後悔で戦い、負傷し、佐世保の病院に送られ、無名の小包みを受け取る。送り主の奈美子は竹雄からの手紙を、図紙で受け取り、相思相愛で寄り添うことのできないのを悲しみ、思い出の地不動の岩から身を投げようとし、キリスト教信者の女に抱き止められ、宗教に心慰められる。傷もえて、 再び戦場に向かう竹雄は、旅順で敵に狙撃されようとする、片岡中将を救う。凱旋した、片岡中将は、病気の波子を慰めようと関西旅行をして、山品駅で台湾へ出征する途中の竹雄を車窓に見る。波子の病気は帰郷してますます重くなり、おばで、中央戸の夫人に、竹雄宛の衣装を託して、月見草のようにしとやかな生涯を終える。 不法に接した武雄が帰郷の日に青山墓地に行くと、墓標の前で片岡中将と巡り合い、中将は武雄の手を握り、武雄さん、私も辛かった、娘は死んでも、なん、私は、やはりあんたのじいじゃという。1898年の11月から国民新聞に掲載された、この小説は翌年5月に一旦完結し、 開校を経て1900年1月15日に民有者から小説不助記が刊行された。初版本の出来は図尊であり、口絵を書いた画家の名は抜け、奥月にはろかの名前もなく、発行者の田辺とめぞが著者と勘違いされるような状態であった。ろかは間の抜け切った出世作の門出であると述べている。それでも新聞表などは概ね好意的であり、 部数を伸ばしていった。初版宣部は1ヶ月で完売し、2年間で1万部を売り上げた。高浜巨子も小説に涙を落とす火鉢かなの句を読んでいる。また恋愛する男女を武雄と信子と呼ぶことも流行したという。ろ化が没した昭和2年には190版を重ね、50万部を売り尽くしたという。明治40年前後からは後の不助器や、 不助祈外伝、片岡奈美子など便乗した、続編や、題名のみを借りた類似本も多く出版された。片岡良一は、小崎紅葉の金色夜舎とともに、近代日本の二大大衆小説であると述べ、封建道徳に縛られる女性の叫びを描くことにより、日本に初めて、明らかに婦人から感謝を受ける小説が現れたので、ある。と表している。衆作人は、 一番有名であると述べている。州の兄である路人も翻訳を思い立ったが手をかけることはなかったという。露家自身は第100版を出した際にお坊ちゃん小説、あらを言ったら限りがないと述べている。中国においては1908年には林による初の翻訳本が刊行され版を重ねた。また、 中国においても別作者による独自の続編も書かれている。告知と地上、どちらも極めて悲しく、心が痛いから、不助記を読めないという祝が生まれたという。1939年、表紙カオは、不助記を本案し、古吹きという新作越劇を制作した。これは大きな評判を得、1940年から1966年に至るまでに、 香港で7本の映画が作成されている。日本統治時代の朝鮮においても1912年に刊行され、1910年代における3大ベストセラーの一つに数えられるほど流行した。ロカ自身が第100般不助記の監修に出述べたことによれば、この小説はロカが図紙に居住していた際、療養に来ていた婦人から聞いた話を脚色したものであるとしている。 もうもう二度と女なんかに生まれはしないという言葉も、この際に聞いたものであり、自分の脊髄をある者が、殿意なズマのごとく走ったと回想している。露化の夫人愛子によれば、この夫人は、元水陸軍大将で元老でもあった、大山岩尾の副官の未亡人、吹け安子であり、岩の娘信子が、肺結核のために島屋太郎と離縁されたこと、屋太郎が離婚を悲しんだこと、 邸内に療養室を建てて療養したこと、最後に家族旅行を行ったことなどが述べられたという。大山信子と三島八太郎は1893年に結婚したが、その年の冬には信子は肺を患い、横須賀で天地療養することとなった。年が明けると三島家から離縁の申し出があり、八太郎自身も信子に宛てた手紙で諦めてほしいと述べている。 片岡中将の5歳茂子は、英語をとうとうと喋り、夫も手を焼く意地悪な女性であると描写されている。実際の信子のママ母,母であった、大山捨松は、日本最初の女子留学生であり、アメリカで看護師の短期教育を受けた経験もあった。捨松の指示により、隔離のため信子は、大先邸の離れで暮らし、食器や衣服は区別して消毒も行われた。 兄弟との接触も制限されたが、これは感染症の意識に乏しい当時の人々には、虐待に移っていた可能性もある。捨松の友人であった津田梅子は、親の言いなりになっているヤタロウに激怒し、自家断に赴いたこともある。また、信子の最後の家族旅行には、小説と異なり捨松も同行している。のぶとヤタロウの離婚は1895年9月に成立し、 1896年5月は信子は病死した。本作品を原作とした映画や演劇などの演劇作品が数多く制作されている。シンパ劇の人気演目としてたびたび上演された。ありがとうございます。